こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。三線チャオという駅に来ております。三線チャオってどこですか？新竹市にある駅ですね。ここに何かあるんですか？前にもあったんですが、北の方は天気が悪くなる予報で、少し南に行くと大丈夫そうだったのでここまで来ました。ですが、適当に来たわけではなく、面白そうな場所があったので来ています。なるほど。前置きが長くなりましたが、駅からまずはここの公園を目指します。では行きましょう。公園に着きました。特に何もない公園ですね。そうですね。水とか緑が豊かな場所という感じで、これはこれでいいんじゃないでしょうか。一通り見終えたので、次は南にあるここを散歩します。緑のトンネル的なものがあるみたいです。Thank you.
この辺り、Google マップだと陸地になっているんですが、実際にはすぐ横は海になっているんですよね。確かに。もしかしたら遠浅になっていて、干潮時は地図の通りに陸地になるのかもしれません。トンネルを抜けたところにお宮がありました。昼食を食べたいなと思っていたところで、いくつか屋台もあるので、ここで少し休憩することにします。食べ終えましたので、これから次の目的地を目指しますが、続きは次回。ご視聴ありがとうございました。